おはようございます。百種ブログでぬがです。やってますか今日は6月27日の朝の部になります。今日もうが店長と一緒に素振りやろう。よし。あれ朝あんま上がらないんだよね。はい。今日も朝からお風呂掃除してめっちゃ元気です。じゃあ、えー、まあ、土曜日とはいえね、朝忙しいと思うので、体操はお任せにして早速素振りに入りたいと思います。はい。しない持ってください。よし。 朝は400本やってますまあ、今日から僕の素振り始める人もいると思うので朝ゆっくりやりましょうね寝てる体を起こしてやりますヨガでもやってるつもりでいきましょうただ姿勢はしっかり取りますね腰、背中、この後頭部ですねこれが一直線になるように頭を後ろに持ってきますいいですか、顎引きます上下素振り50本始め 1笑顔234567まっすぐ前見て,て91012下がる時にかかとつけない456 89201肩を大きく使って234左手でしないを押し上げます。8 9 30 1 2 左手で押し上げる。しっ、こ、ろく、しち、はち、きゅう、よはい。いち、に、さん、腕と肩の力抜きまーす。ろく、し はい、最後、50はい、お疲れ様でーす。いっか、手ブラブラしてください。はい、OK。よし、じゃあお水とか、えー、朝のコーヒーとか飲む人飲んでくださいね。ラジオ体操みたいだと思ってください。うん、よし、じゃあいきますか。無理しないでね、ほんと無理しないでね。朝ゆっくりいきます。はい、構えて。そして大事なのはすり足ですよ。足の裏を床から上げない。 すり足で行います。はい、構えて、正面素振り五十本。始め、一、二、三、四、五、六、七、八、左手で上げる。切。下ろすときも左手の小指薬指で引っ張り下ろす。 2 3 4下がるときにかかとが床につかない何度でも言います。7か下がるときね893012肩を大きく使って3456前に出るときは。 右足ではなく左足の親指の付け根母指球で床を押して体を前に出します。1234567894012はい最後ですよ。3 五。六。七。八。九。はい、最後。五十、これで百例卒かせましたー。じゃあ、一回は見て、あれ、増えてる。増えてる。<laughs> みんな、いつの間に参加したんだ。よし。はい、あの、寝坊しても大丈夫だからね。土曜日の朝の六時半だからね。本当、無理しないようにやってください。さあ。 そしたら正面素振りい,きたいと思いい、ます。はい、構えて。正面の時にすり足毎回確認します右足出した幅と同じだけ引きつけるそうするといつもこの基本の足になります右足出した時に足が揃っちゃわないもしくは右足出した時に足に左足が右足を追い越さないこの辺注意していきましょうはい構えて正面素振り50本始め 1>, 1、2、3、笑顔、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、いいですね、走ってるね、剣先が。6 7 二十一二三十五六七八九三十一二三十 五六七八九五十はいお疲れ様でした一回お水飲んでください今日順調順調眠いよね眠いよねまだねはい <laughs> でも寝てもいいからね大丈夫かねはいじゃあ次は足の動きを変えます十秒度の足になります今朝から参加してくれてる人もいると思うんでもう一回だけ確認ね右足左足十のリズムで行います。 1>, 1で前2で後3で右4で左ここまではいけます次斜めいきます5で右斜め前6で左斜め後ろここまではできるんですよ次78が難しい7は左斜め前行くときには右じゃなくて左右になりますそして帰る時は右左でこのままだと8なんで910前後ろいきますはいじゃあちょっと足だけ一回やってみるね ここの後全部これでやりますからね。はい、足作ってで、足の練習ね、全部すり足で行います。左足のかかと床、1回もつけないようにいきましょう。はい、足作って、1、はい、前、あと、右、左、右斜め前、左斜め後ろ、左斜め前、右斜め後ろ、そして前、あと、もう1回いきますよ。前。 あと、右、左、右斜め前、左斜め後ろ、左斜め前、右斜め後ろ、そして前、あとあと10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 はい。じゃあ、このリズムに合わせて、えー、手は正面素振りでいきます。はい。構えて。いきましょう。僕ちょっとこっち向いてやる。こっち向いてやろうか。こっち向いていこうか。よいしょ。よいしょ。はい。じゃあ、構えていきます。正面素振り10強度の足で、はじめ。前。あと。右。左。右斜め前。左斜め後ろ。 左斜め前右斜め後ろそして前あともう一回前あと右左右斜め前左斜め後ろ左斜め前そして右斜め後ろ前あともう言わないですよ前あと右左右斜め前左斜め後ろ 右斜め後ろそして前あと最後201234足の練習ですよ5678940あと10本1 2 3 4 5 6 7 8 50はいお疲れ様でした足痛いでしょかかとつけなかったら足痛いよねそれで OK それで OK です大丈夫大丈夫それで OK だからねはいじゃあお水飲んでくださいコーヒー飲んでくださいよしうんでは左右素振りいきましょうかよしじゃあ左右素振りは、えー、また十挙動の足で今日行きたいと思います 想像してみて、みまだ10挙動の足難しいかもしれないけどやっぱりね1週間ぐらいやってると体が覚えてくるからそれで覚えたところがスタートだからねこっから1か月2か月毎日やってみてもううまくならないわけがないよ絶対うまくなりますはい構えて、えー、左右素振り10挙動の足で100本お幅を大きくしたり小さくしたりしながらいきます始め 一、二、三、四、五、六、左斜め前、右斜め後ろ、そして前、あと、前、あと、右、左、右斜め前、左斜め後ろ、左斜め前、右斜め後ろ、そして前、あと、前、 あと、右、左、右斜め前、左斜め後ろ、左斜め前、右斜め後ろ、そして前。あと、31、ここから言わないですよ。3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、 5、6、悪魔の4、1、8、9、50、ここから大きく、1、大きく、2、3、大きく動きます。5、6、4、1、8、9、大きく動いてます。次は小さく早く、1、2、3、4、小さく早く、5、6、7、 8、9、10、大きく、1、2、3、4、5、6、悪魔の7、8、9、70かな、次小さく早く、1、2、3、4、5、6、悪魔の7、8、9、80、大きく、1、2、 3、4、ゆっくりでいいです大きくは。6、悪魔の7、8、9、80、小さく、1、2、早く、3、4、5、6、7、8、9、90、もう1回、あと10本小さく、2、3、4、5、6、7、8、 きゅう、はい、最後。めー。<laughs> はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張ったね。頑張ったと思うわ。頑張った。えっとね、画面越しにみんな集中してました。集中。オッケー。朝から6時半から集中して素振りできるなんてこれ最高のことだからね。はい、じゃあ一回お水飲んでください。ここから最後みんなの大好きな、あ、メッセージありがとうございます。えっ、ー、と、ケンちゃん。 どんぐり、<laughs> でんぐり足もう一回見たい <laughs> 伝えておきますありがとうメッセージいつもありがとうね悪魔 <laughs> の七はい構えていきます跳躍素振りいくよ跳躍素振りの足はもう本当ねすり足だと思ってくださいすり足いいですか足の裏を床から離さない脳の人ねいよポン。 足の裏できるだけ床から離さないポンもうほんとこういう意味です剣の時もいや右足すりこましてそしてメーン踏み込みに変わりますはい構えて跳躍素振り50本始め123456左足はしっかり相手の方を向けます 左足変な方向けない必ず前の方向けるし56789201234567893012345笑顔67笑顔9 4 0 1 2 3、4、5、6、7、8、はい、最後、目、大、は、き、い、く、目、やりましたね、ここまでやってきました。はい、お水飲む人、一回飲んでくださいね、えー、跳躍素振りの左足、こっち向かないですよ、まっすぐ相手の方に向けます、そのためにはおへそ、おへそをまず相手の方に向けること。 いいです肩の道でどうしても右手が前に出てるのでこうなりやすいんだけどしっかりおへそを前に向けます。いいですかはいじゃあ構えて最後いっていいですかはい構えて跳躍素振り50本始め12高く飛ばなくていいですよすり足678910。6 7 8 9 10 12跳躍素振りには振りを速くする効果があると言われています89201234567893012345678940最後12345678940最後123456789 3 4 5みんな分かってるね永遠の9息入りを999笑顔9やりきる99はい最後めーよいしょメーはい今日は良かった集中してたわはい尊敬します 一回構えて、収めとします。はい、収め、えー、尊敬。からの、尊敬素ぶり20本。はじめ。1、2、3、4、5、6、7。おまっすぐだ。<laughs> うまくなったな。10、1、2、3、4、 5、転んでも誰も怒られないですよ。8、工夫します。9、はい、最後。20、はい、構えて、収めと。2、3、4、5はい、下げとれ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、市内置いて、そのままいきます。ね、これがきついよね。 はい、えー、セットして腕立て伏せ10回いきますよいしょはい姿勢作っていくよもうここまで来たらやれるしかないですはい1234567できる人は顎を床につけて9はい最後10よしよし はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お、今日は結構聞いた。やっぱりあの、えー、10キロの素振りすごくやっぱりねあれ最高ですね。あれを適当に歩くんじゃなくて全部すり足でやってみて、1回も左足かかとつけない。必ず上手になってます。はい、熊、え、熊、ー、さんおはし、えー、お恥ずかしながらこれまで足に集中したことがありませんでした。すごく足が強化できてそうです。ありがとうございます。もうね間違いなくできてますよ。 間違いなくできてるだってみんな見てるとわかるし僕自身も足うまくなってるもん。多分<笑><笑>えー、あっきーさんありがとうね教えてくれて。はいじゃあえー、とここまでにします。えー、おいしい朝ごはん食べて、えー、学校今日お休みかな、えー、お仕事部活行ってください。ありがとうございました。